マナトはトルクメニスタンの通貨。補助単位はテネシ。1993年11月1日にソビエト連邦ルーブルと500ルーブルイコール1マナトのレートで交換され発行が開始された。2009年1月1日には新マナトが導入された。マナトとはロシア語で効果を意味するモネタからの借用語である。旧ソ連時代にはルーブル紙幣の裏側に トルクメン語とアゼルバイジャン語でマナトと書かれていた。1993年に1、5、10、20、50テネシ効果が発行された。1、5、10テネシは銅メッキの鉄で、20、50テネシはニッケールメッキの鉄で作られた。インフレーションにより、1999年には500マナト及び1000マナト効果が鋳造された。どの効果にも、 国府であるとされたサパル村とニアゾフ大統領の肖像がデザインされていた。紙幣は1993年に1、5、10、20、50、100、500マナトが発行された。1995年には1000マナトが、1996年には5000マナトと1万マナトが発行された。2005年には新デザインの50、100、500、1000。 5000、1万マナトが新たに発行された。すべての紙幣には、やはり硬貨と同じように国府であるとされたニアゾフ、大統領の肖像がデザインされていた。2009年1月1日、インフレを理由として5000分の1のでのみが行われ、それに伴い新しいマナト紙幣及び硬貨が発行された。新通貨は一、二、五、十、二十、五十テネシュ硬貨1、 10,20,50,100,500マナト紙幣が発行された。および新マナトでは最高額紙幣である500、マナトにのみ、コニアゾフ大統領の肖像が使用され、それ以外はトルクメニスタンの歴史に関わる新たなデザインが採用された。ありがとうございます。